ピグドルにまず感謝の気持ちをお伝えさせてください。村長&ピグドル暴動集会もね、この間開催させていただいたんですよ。日頃生誕祭ツアーを生誕祭ツイ生誕祭生誕祭ツアーを大阪と東京で開催させていただいたんですけれども、まあ、全公演完売、チケット完売で満席でご案内させていただけて、まあ、会いに来てくれたピグドル、あとチケット購入を考えてくださったピグドルと、お誕生日おめでとうのメッセージとか動画とか画像とかいろいろねくださった方も皆様本当にありがとうございました。でみんなから村長オンラインでグッズ販売してくれないかっていうね問い合わせがいっぱいいただいていて、本当ありがとうね。でもヒュはこう思っていたの。いやいやいや、ツアーで多分売り切れちゃうかな、ネット販売できないってそう思っていたんですけど、めちゃくちゃ売れ残りましたね。ヒュはグッズ制作をするときに米村海斗とね一緒に共同で作ったんだけど、米村海斗にあんた自分のことを何やと思ってるんって言われたんですよ。信じられないぐらいのグッズの発注を考えていたから私が。でも相場が分かんなくて初めてグッズとか作るから、でもいつも視聴回数とライブに来てくれる子のあれを計算したら、まあ、こんぐらい売れんじゃねと思って、でね最初数を出したの。そしたらあんたこれほんまにやばいことになるでみたいな言われて、こんなまさか全部売り切れますよと思っていたけど、あまりにも引き止められるもんだから数を調整したの。しかもペンライトまで作ろうとしていて、別に踊ったりするわけでもないのに、ペンライトを作るのがなんかちょっと夢っていうか可愛いなと思ってから、ペンライトを作ろうと思って米村にペンライト作ろうかなって言ったら、何万規模で頼まないとそれは無理だよって言われて、ヒョ本当自分のことブラックピンクとか BTS かなんかと勘違いしてるんだと思って、もうペンライトを諦めました。で、まあ、発注しましたよ。自分の理想よりぐんと下げて、まあ、絶対売り切れるけど、まあ、4年目そこまで言うのはこれぐらいにするかと思ったら、売れ残りました!なんで?ということなんだけども、もう。いやいや、だから、ネット販売をすることに多分なると思いますので、皆さん、ライブに来れなくって、グッズ購入は検討していますっていう人はね、ぜひ、購入していただけると嬉しいな、というお気持ちです。それでだ!12月16日誕生日だったんですよ。で12月24日と25日クリスマスだって、でも今年マジでいろいろ頑張ってお利口さんにしていたのに、サンタさんが来ませんでして、どうなってんだよということなんだけども、あと暴動集会の全部完走してお疲れ様でしたということで、自分にご褒美をたくさん買ってきました。それはそう、買わないとね、サンタさん、あんたが食えなかったら割に合わないんだよ、ヒヨコの今年の頑張りが、ということだから自分で買ってきました。で、YouTuber の方々とかがね100万円企画とかたまにしてるのを見るんですけど、ヒヨコやったことないんですよね、多分100万円企画なんていうのは。でも生まれて初めて100万円以上購入させていただきましたので、そちらを今回は紹介していきたいと思います。全部可愛いからぜひ最後まで見てくださると嬉しいチューンです。レッチンゴー。はい、じゃあまずはひときわ可愛い袋のこちらミュウミュウからあげていきたいと思います。ヒューが一番好きなハイブランドはプラダなんですけど、プラダでね欲しいものが あったんだ、あって店頭に見に行ったら全部売り切れてますよって買えなくって、残念ということで、今回はねプラダの購入機はないんですけれども、ミュウミュウもね結構大好きなので今回ミュウミュウで、はい、お買い物をしてきました。こちらの黒のブーツを購入しました。こちらがですね多分10おいくらでしたっけな、16万、17万、18万、10何万円かでした。こちらのブラックサンタが、サタンサンタが履いていそうなブーツを買いましたよな。これはね購入の決め手が、よくお買い物行く前に全部あらかじめハイブランドのこうサイトとかバーッと見るんだけど、みみにこれ見つけた時めちゃくちゃ可愛いじゃんと思って、はい、買いました。最初見た時ちょっとガーリーすぎるかなと思ったんですよ。この素材とかクシュクシュしてて、ここもリボンだし可愛すぎるかなと思ったんだけど、なんか意外と店頭で履いてみたらそんなことなかったので可愛いと思って買いました。ニーハイソックスとかに合わせて短パンとかでも可愛いと思うし、スキニージーンズをこの中に入れたりとかしても可愛いかなと思ったので、ヒョウはね結構ショート丈のお洋服が好きで、クロップ丈とかだから足元がね結構生足になることが多いんですよ。どういうことちょっと待って、今の意味わからない。ショート丈の服を着てスカート、ミニスカートとかを履くことがあるから結構、ね、生足になることが多くて足元がで、
いつもそれにマーチンのロングブーツ合わせてるんですけど、まあ、たまにはね違うのを履いてもいいじゃないということで、はい、これを買ってみました。めっちゃ可愛くない？でもいつも通りあの岩田屋さんで購入したんですけど、岩田屋のお姉さんがこれ実はね昨日入ってきて、たまたま2足だけ入ってきたんですよって言って購入しましたね。これねネットで買おうかなと思ってる子がいたら、自分がいつも履いてる靴プラス1センチぐらいのやつを買った方がいいと思います。この中にね、この靴の中にさらにこうやってあの履くとこがあるんですよ。かかとのあれがあったりとかして、結構小さめの作りだなと思って、ヒヨがプラス1センチでもまあちょっとちっちゃいかもってぐらいだったので、もしネットでご購入検討されてる方がいたら、はい、プラス1センチでもいいかなと思います。めっちゃ可愛い、とってもお気に入り。はい、お次にじゃーん、ストーンアイランドで初めてお買い物しました。でもストーンをね前から欲しいな欲しいなってずっと思ってたんだけど、まあ高いんですよ。これにそんなお金出すかっていつも迷ってて、あの結局買わないって選択をしたんだけど、今回はねもういいじゃないと思って買いました。何を買ったかというと、じゃん、ダウンでーす。私今年アウターを一着もダウンとかコートとか買ってなくって、欲しいなと思ってたら、じゃん、これねちょっとパステルレモンみたいな、なんか色の種類的なクリームらしいんですけど、パステルレモンの可愛いダウンがあったので買ってみました。多分普段の私だったら絶対買わないんだけど、まあなんかもういろんなのを含めたご褒美だし、一個ぐらいこういうなんかちょっと明るい可愛い色のダウンがあってもいいんじゃないかなと思って買ってみました。はい、ヒヨゴはね XL を購入しました。これが多分あのユニセックスとかじゃなくてメンズだから、ストーンアイランドって男性の店員さんに XL ってめちゃくちゃでかいけど大丈夫ですかみたいな感じで何回も注意されるんだけど、いいから、しかも XL でいいから持ってきていただけると言って持ってきていただいたら、全然そんな大きいことなくって、あのちょうどいい感じでしたので、はい、お気に入りです。まだ一回も着てないんだけど、最近ね結構女性らしいって言ったらあれかな、なんか可愛い色、薄ピンクとかそういうなんかちょっと淡い色とかそういうのが好きで、チュールのスカートとかも履いたりしてるんで、それに合うかなと思って買ってみました。はい、お次にこちら、じゃん、ロエベ。可愛くないこの箱、多分期間限定かなんか知らない、いつもこれなのか分かんないけど、ロエベで初めてお買い物しました。今回初めてのブランドしかないんだよね、ここにちょっと見えてるかもしれないけど、ボッテガでもね今回初めてお買い物したんですけれども、ロエベでも初めてお買い物しました。じゃーん、マフラーを買いました。たらーん、何の変哲もない真っ黒のマフラーなんですけど、結構なんか大きくていいなと思ったんだけどね、家に帰ってきて巻いてみたらそんな言うほど大きくなくて、あれって感じだったけど、まあはい、こんな感じで、やっぱ黒が一番無難かなと思って、本当はロエベのあの青ブラウン白青ブラウン白とかなって、いろんな色のマフラーも可愛いなと思ったんだけど、まあ、あの去年それで失敗しちゃって、なんか結構ね攻めたマフラーを買ったんですよ、どっかのブランドで。だけど全然使わなかったから、いやちょっともう今年は黒にしとこうと思って黒買いました。これがね4万円ぐらいで、このストーンアイランドのダウンが20万いかないぐらい、19万18万ぐらいでした。でね、みんなこれは購入品紹介ではないんだけど、じゃん、見てー、ヨガいつもお世話になっている大好きな人たちかな、マフラーもらったの、ロエベの、とっても嬉しい。あのめちゃくちゃ今日ね後から気づいたんやけど、いや誕生日プレゼント何が欲しいとみたいな聞かれて、その時私はなんかロエベのマフラーが欲しいと思ったから、ロエベのマフラー欲しいですねみたいな言ってて、まあ、自分にちょっと黒を買ってるんだけど、それを覚えてくださってて、そのいつも仲良くしてくださる方がで買ってくれたの、みんなでこのロエベのマフラーで、ヒヨゴ絶対自分ではこういうなんていうの綺麗系のマフラー買わないので、でね、なんと最近綺麗めの服装をしてみようってマジで思ってたの。なんかさ、年齢的にとかじゃないけど、結構私古着系のお洋服とかモード系のお洋服しか着ないって言っても過言ではないっていうか、これってかスマホの裏に挟んだらめちゃくちゃ可愛いやんっていうこと、そういう感じだったから、一旦綺麗めの服もしてみたいなみたいな、お姉さん系の服、なんか表現は難しいんだけど、例えばチェーンがついてるこれぐらいのバッグ、ブランド物のバッグとかが合う洋服はあんまり着ないのよ。で、バッグ自体はめっちゃ可愛いと思うのに、自分の服装に合わないか買わないってことはよくあって、だからそういうバッグが似合うような綺麗系のお洋服をなんかこうチャレンジしてみたいな、お洋服にチャレンジしてみたいなって思っていた時に、このなんか綺麗なお姉さんが使ってそうなマフラーをいただいたので、
来年はちょっとそういう綺麗なお姉さん系のファッションもしてみたいなと思っております。とっても嬉しい、ありがとうございます。はい、でお次にこちら、じゃーん、マルジェラでバッグを購入しました。結構マルジェラでねバッグを購入したのは初めて、てかマルジェラで買い物したのは初めてかもしれない。いつも MM6 のお洋服は買うんだけど、マルジェラがねちょっと高くてうっってなる感じだったから買ったことなかったんだけど、今回初めて買いました。これがね結構大きめで、普段使いにしてはちょっとでかすぎやしないかっていう感じなんだけど、仕事で県外に行く時とかに荷物が多くなるんですよ。例えばお化粧直して化粧ポーチを持ち歩いたり、まあそれこそバッテリーとか香水とかいろんなものを持ち歩くので、大きいバッグじゃないと不便だなっていうことが多いんですね、県外に行ったら。なのでねこちらを買いました。これはね兵庫なんかのいろんな節目の時にいろいろ買うんですよ。こういうハイブランドのものとかずっと使いたいから大切にしたいので、なんかの節目の時に記念で自分でプレゼントで買ったりするんですけど、これはねこれはなんかいつ買ったっけな、ちょっともう覚えてね。でこれはねツアーに行く前に買ったんですよ。ツアーに行く前に自分をなんかこう頑張れよっていう気持ちと、あともう早めの誕生日プレゼントで1個買っとこうと思ってこれはね買ったんですけど、これが一番高かったのでは。これね、20〜30万円しましたね。結構迷ったんだけど、まあもう何度もいいけど誕生日プレゼントだし、今年はもう頑張ったなって自分で覚えたので、はい、買いましたね。大活躍だった。東京大阪でメイクポーチ入るし、ヘアアイロンとかも入れたりとかしてめっちゃ役立ちました。とっても可愛くない？でもこれの小さいサイズがあるんですよ、これぐらいの。それをもともと買おうと思ってマルジェラに行ったんだが、なんて可愛いのと思ってこっちを購入しました。とってもお気に入りです。これもずっと使おうと思います。ヒューゴさん、ほんと黒ばっかり、マフラーも黒、靴も黒、バッグも黒ばっかりだね。はい、お次に最後こちら、ボッテガで初めてお買い物しました。でね、ボッテガに行った理由っていうか、ボッテガに私ブーツが欲しくって行ったんですよ。だけどなんか私が欲しかったブーツがちょうど在庫がなくって、ありゃーと思っていたら、ボッテガの後にセリーヌに行こうと思ったので、セリーヌでお財布を買おうと思ってたんですよ。今私プラダのね紺のこれぐらいのお財布とプラダの黒の長財布を2つ使ってるんだけど、小銭入れの方をモナーが結構ガジガジっとして端っこがねみすぼらしいことになっていたので、お財布を買いたいなと思っていたところ、セリーヌで真っ黒で、そのセリーヌのマークも黒のお財布があったから、それをね買おうかなと思っとったんやけど、ちょっとボッテガのも可愛いなって薄々思っとってか日本があるの、ちょっと思っとって、だけどセリーヌに行く前にちょっとねボッテガによってブーツ買おうと思って、ブーツなくて、あ、じゃあちょっとついでにお財布を見ようと思って見たら、めちゃくちゃ可愛くてボッテガでお財布を買いました。はい、ちょっと多分財布って開けたら縁起がいい日みたいなあるかもしれんけど、私はそういうちょっと待てないので、さっさと開けたいということで、さっさと開けたいので今開けます。何色でしょうか。記憶が好きな色は青ということで、タタ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 タネイビーにしました。全然わからない、これめっちゃ黒に見えるな、なんですけどね、ネイビーにしました。赤かネイビーかちょっと迷ったんですけど、自分らしくないなと思って、赤がめちゃくちゃかっこいいしめちゃくちゃ可愛かったんだけど、まだ赤が似合う女ではないと思って、私は爪ぐらいが精一杯だ、服とかねそういうのはいいけど、なんかお財布とかはちょっとまだ赤は私には早いなと思って、まだ赤が似合う女ではないと思ったので、じゃあネイビーにしました。これが一番私っぽいなっていう、なんか私なんて言うんだろう、バレないレベルのホニャララが好きなんですよ。バレないレベルのロゴ、バレないレベルのデザインとか、そういうよく見たらわかるねっていうのがすごく好きで、これもなんか一見黒なんですけど、よう見たらネイビーやんみたいなのがめっちゃ可愛いなと思って購入しました。でね、本当は白もめちゃくちゃ可愛くって、白も迷ったんやけど、私絶対汚すなと思ったらやめました。でね、こういうサイズのお財布って結構使いにくいことが多いんだけど、これはね結構使いやすいかなと思って買ったけど、この小銭のとこは結構厄介そうだなって、まあ、そこも可愛いということで、はい、あとこの弾力、なんかこうちょっとちっちゃいのに分厚い感じがとっても可愛いなと思ったので、こちらを購入しました。これが9万円ぐらい
でした、はい、大事に使いたいと思います。来年で実はまだあってリビングに持ってくるのがめんどくさいからここで紹介するんですけれども、ちょっと待ってね。はい、リモアのスーツケースを買いました。なんとこちらがですね2台目ですね。1個目があのカーキの冷蔵庫みたいな、冷蔵庫ぐらいでかいやと思ったんだけど、東京に行く前にですねキャスターがぶっ壊れまして修理する時間がないってなって、2台目も絶対リモアがいいと思ってね、リモアに駆け込んだら、まあ、本当に在庫はないんだけど奇跡的にこのすっごい可愛いやつがあったのでこれを購入しました。でこれが多分30万円ぐらいしましたので、お前さこう飾ったはいいけどお前片付けるのは多分来年のクリスマスまであると思う。これ来年のクリスマスまでっていうかもう一生あそこにあると思う、片付けたくないから。はい、ということで110万円か120万円分ぐらい購入しました。とっても幸せ。なんかこんなに自分にブレーキをかけずに欲しいものをもうカチッて言って買ったのが初めてだったので、こんな品数めちゃくちゃ幸せでしたね。はい、また来年もあのもっともっと今年よりお仕事を頑張って自分なりに完全燃焼できる年にしたいなと思います。皆様今年もたくさんありがとうございました。なんかねあの燃え尽き症候群でツアーが終わって帰ってきてからめちゃくちゃちょっと燃え尽きちゃって、ツアーがね結構本当に想像してた以上ではなかったんだけど、想像してた通りの結構なんかこう過密スケジュールだったから、もう帰ってきてからもう一時動けなくって、そのもうやりきったぞっていうので動けなくて、もう今年はもう大仕事やり終えたからもういいんじゃないかみたいな感じになっちゃって、そう全然動画をねあんま投稿できなかったんですけれども、まあ、あの来年もそれぐらいのもう完走したぞ今年と思えるような1年にできたらなと思います。皆さんも今年もひよこの動画をたくさん見てくださってありがとうございました。また会える。ということで来年もねひよこの晴れ姿というか少しでも活躍できるように頑張りたいと思いますので、皆様ぜひ応援してくださってほしいんです。これ両方ピグドルにもらいました。最近ピグドルにもらったバスボム、ピグドルにもらったあのボディクリーム、ピグドルにもらったリップクリーム、ピグドルにもらったパジャマ、ピグドルにもらった化粧水とか、ピグドルで溢れかえった生活をねしておりますよ。モナとかねマロのぬいぐるみをたくさんもらってソファーに座れないぐらいあるんですよ。今ぬいぐるみはこっちが見えないなってるけど、ちょっと見えるもん、キティちゃんのぬいぐるみでも信じられないぐらいぬいぐるみをもらって生活スペースがなくなっていてですね、はい、もうぬいぐるみは金輪際の受け取り禁止にしようかなというレベルでぬいぐるみがあふれかっておりますので、で、あの丸もらの餌食になり目ん玉がほじくられたねぬいぐるみとかも何個かあるんですけど、皆さん本当に誕生日プレゼントもありがとうございました。全部大切に使わさせていただきます。ということでした。23歳のひよこもよろしくお願いします。あにょん、はい、くねなー。あんな手を。